ニコラス・マドゥロモロスは、ベネズエラの政治家。2013年から、同国大統領を。ただし、2019年1月11日以降の2期目については、口述の通り前年の大統領選挙に不正があったとして、ベネズエラ議会や欧米諸国など一部の国から、選挙結果を認められておらず、フア・グアイド国会議長が、暫定大統領として認められているがグアイドは、 実質的な大統領としての権限は持ってない。第22大共和国副大統領、ベネズエラ統一社会党書記長、ウゴチャベス政権下の閣僚として、頭角を表し、チャベス側近の中で最も有能な行政官と評される。2013年のチャベス死去後に暫定大統領へ就任し、同年4月14日の大統領選挙に、チャベス政権の継承を掲げて、 正式に公認の大統領に選出された。野党が影響力を持つ議会との敵対を通じて独裁的な傾向を深め、2018年の政権議会選挙で統一社会党による一等性を確立したため、ベネズエラ国内の野党、対立勢力や欧米の政治家、メディアからは独裁者と呼称されている。1962年11月23日、 ニコラス・マデューロ・ガルシアの長男として、ベネズエラ連邦の首都カラカスの労働者街に生まれ、ニコラス・マデューロモロスと名付けられた。マデューロ家は労働者階級であり、自身が16歳の時に自己死した父・ガルシアは、左派政党、人民投票運動を支持する労働組合の指導者であった。民族的にはメスティーソで、ユダヤ系ベネズエラ人の家系であった。母、 テレサ・モロスは、ベネズエラとコロンビアの国境都市区区田の出身で、コロンビア国籍を取得していたことから母方を通じて、コロンビア系の血も引いている。宗教的には、コンベルソとして、カトリックに属しているが、自身は、ヒンドゥー教の宗教家、サティアサイ・ババの思想に影響を受けて、インドに赴いた経験があり、キリスト教徒ながら、輪廻天生をも信じているという。身体面では、 ベネズエラ人の平均身長を大きく超える190センチメートルの高身長で知られている。カラカス市内にあるリセオホセアバロス、公立高等学校に進むと学生団体の初期長を務めるなど父譲りのオーガナイザーとしての素質を見せた。1979年、左派テログループによる米国人誘拐事件に関与した疑いで捜査を受けている。後に、 公立学校を対抗して、カラカス地下鉄が運営するメトロバスの職員として勤務しつつ、労働組合運動に関わった。1983年、大統領選出馬で、左派系候補であるホセビセンテランゲル人への選挙ボランティアに参加した。1986年、24歳の時に、キューバ共和国の首都ハバナに渡航し、キューバ共産党の政治局員、 ペドロミレット・プリエトの地偶を得た。ユニオ・アントニオ・メイラ国立学校に1年間在学して、プリエトの指導で共産主義理論を学んだ。帰国後も、キューバの諜報組織である内務省情報局の支援を受け、右派政党が主導する現政府に不信感を覚えていたベネズエラ軍のウーゴ・チャベス、陸軍中佐に助力した。チャベスが陸軍内に設立した。 ボリバル主義の秘密結社、革命的ボリバリアーの運動200にも入党している。1980年代のベネズエラは原油に依存した経済構造から巨額の負債を抱えており、IMF の指導によって新自由主義的な企業中心の経済政策が推進されたことで貧富の格差が拡大、経済犯罪も多発していた。MBR-200 は、 南米の自主独立を目指した英雄シモン・ボリバルの生誕200周年に結成され、産業国有化やアメリカの影響力排除を掲げて、軍や労働者に支持を広げた。勢力拡大の過程で、キューバや労働組合との協力関係を活かして、資金や人員を集め、マドゥーロは陸軍出身のチャベースを、軍外から補佐する副心と目されるようになった。百八十九年、 治安と経済格差の悪化に歯止めがかからない中、首都カラカスで発生した大暴動に対して政府軍が700名以上の国民を殺害する生惨な事件が起こった。ベネズエラ民主行動党から選出されていたカルロス・アンドレス・ペレス政権に国際的非難が集まり、軍の中でも不服従が広がり始めた。1992年、 軍の青年将校を率いるチャベスの決起が失敗に終わった際、反乱軍指揮官であるチャベスの解放を求めて、反政府運動を継続した。1993年、ペレス政権は不正蓄財の容疑で退陣した。1994年、1998年、大統領選挙でのチャベス陣営勝利に尽力し、自らも同年に行われた、下院選挙に出馬して、 当選を果たした。議会内では、まだ第五共和国運動の議員は、少数与党に止まっており、新憲法制定によって、政権議会を召集することで権力を掌握する、自己クーデターが計画された。1999年、チャベスは、ボリバル主義に基づいた、新憲法の政権議会を召集すると宣言、政府から議員の一人に指名された。 政権議会ではチャベス派の愛国者の局に所属して新憲法制定に賛成した。新憲法は国民投票でも賛成多数を得て正式に発行されベネズエラボリバル共和国が成立した。議会制度については上院、下院から国民議会の一員制に改められた。2000年第1回国民議会選挙に第5共和国運動から出馬して、 カラカス首都選挙区で当選2005年からは国民議会議長も兼任した。外務大臣2006年総選挙で第5共和国運動を母体としたベネズエラ統一社会党の結成に参加、同党から立候補して国民議会議員に再選された。同年8月9日、チャベス政権からロドリゲス・アラケの公認として外務大臣に起用され初入閣した。 任期中には、チャベス政権の反米主義外交に従い、カダフィ政権下のリビアを支援する外交政策を取った。語学が増えてではあったものの、情報機関時代の経験を活かして、シリアやイランなどでの外交工作に従事していたとされている。2008年、隣国コロンビアとの間には、アンデス危機が勃発して一時は国交が断絶する状態となったが、 関係修復に注力して2010年8月に国交を回復した。副大統領2012年10月13日、大統領選挙に勝利して4選したチャベスからエリアス・ハワの公認として副大統領に任命された。同年12月8日、チャベス大統領は国民に向けて自身の癌が再発したことを声明し、手術と治療のため医療の進んだ。 同盟国キューバへ向かうと発表した。同時にチャベスは、自分の容態が悪化して、代わりとなる大統領を選ぶ選挙が行われる場合は、ベネズエラ人はマドゥーロに投票すべきだと述べている。チャベスが後継者について、また自らの余命について言及したのは、この声明が初めてだったチャベスがマドゥーロを後継者とすることを明らかにしたことで、それまで有力な後継者候補と目されていたディオスラド。 カベリョ統一社会党副書記長は大統領候補から外れた。マデューロはチャベスの模倣者と批判される一方、汚職疑惑のあるカベリョよりもボリバル主義に忠実な人物と評価されている。チャベスも私が明らかに確信している絶対的かつ不可逆的なことはマデューロが次の大統領に選ばれるだろうということだ。もし私が職務を遂行できなくなったとしても、 彼なら継続できると評している。失脚の可能が生じたカベリョは、直ちにチャベスとマドゥーロに忠誠を誓ったという。2013年3月5日、副大統領としてチャベスが58歳で病死したことを発表するとともに、暫定政権の樹立を宣言する演説を行った。国民の皆さん、今ここに私がいるのは、個人的野心や虚栄心のためではありません。 加藤制の一員として、銀行の代理人として、アメリカ帝国主義の支持者としてでもなく、犯罪組織や党派を守るためでもありません。ニコラス・マグロモロス選挙直後で任期を5年以上残していたとはいえ、憲法の規定により、暫定政府は、前大統領が死去してから30日以内に、大統領選挙を行う必要があった。野党側は、前年の大統領選で、チャベスに、 金差で敗れた正義第一党の党首、エンリケ・カプリレイス・ラドンスキーを採用立した。これを受けて、自身も統一社会党から大統領選に出馬を表明した。野党陣営からは副大統領を辞任せずに、大統領選に出馬するのは、ベネズエラ憲法229条、231条、233条に違反する行為だとの批判が行われた。 一期目大統領選挙は、チャベス死後の争いということから両陣営のネガティブキャンペーンは加熱し、非生活の話題にまで及んだ。演説で、ラドンスキーがマドゥーロを悪魔、嘘つきと攻撃すると、マドゥーロもラドンスキーを、ブルジョア、貴族と罵倒した。2013年4月14日、50.6%の得票を得て、ラドンスキーを破り、名実ともに、 チャベスの後継者として19日に第54代共和国大統領へ就任した。2年連続で統一社会党に敗北したラドンスキーは前回より僅差であったこともあり、選挙に不正があったと主張して最終形を求めるデモを実施した。元より野党連合は選挙委員会の協定文に署名を拒否しており、最初から反政府デモを起こす予定であったともされている。 中央選管は、票の再集計を行い、同年8月7日に不正投票はなかったと結論された。政権では副大統領に、チャベスの娘子であるホルヘアレアサモと、科学技術大臣を任命したことを皮切りに、福祉国家、警察国家、非米主義外交など、チャベス体制の継承を全面に押し出した政務を行った。福祉の充実化を図って幸福賞を新設し、 キューバとの同盟関係も、チャベス時代以上に強化して、医療だけではなく、国軍や治安部隊にも顧問団を受け入れている。チャベスに、忠実な反面、自身の独自性やカリスマ性に欠けると評されている。点を補うべく、チャベスの検証、深刻化を進めている。議会では、野党連合に対して、より攻撃的に接し、野党の影響力排除を目指している。一方、 チャベス政権末期から原油価格の下落や国有化政策による大企業との対立によってベネズエラ経済はインフレ化と景気交代が起きていた。原油に依存した経済からの転換も進んでいなかったがこの点についてもチャベス時代を踏襲して方針を修正しなかった。2014年原油価格の続落で経済は危機的な水準となり、 ハイパーインフレーションが進展した。周辺国からの輸入物資が滞ったこともあり、重視していた福祉政策も医療機能の麻痺などが生じるようになった。2015年9月、中国人民抗日戦争、世界反ファシズム戦争勝利70周年、記念式典に出席し、天安門広場で行進するベネズエラ軍を越兵した。抗議デモの際に大量に投入されている。 中国軍の装甲車 VN-4 の導入など、両国は関係を深めており、最大の援助国かつ再建国でもあり、中国との同盟関係から出席したと見られている。ロシアからも債務免除を受けるなど、同盟進化が図られ、窮地に立たされる中で、チャベス時代から親密だったイラン、シリアなど、アジア、中東の反米主義政権とより結びつきを深めている。 独裁色を回すマドロ政権が独裁色を強めるきっかけとなったのは2015年12月の国民議会選挙である。この選挙の結果、反マドロ政権の野党が3分の2を占めたことで以降、国民議会を使った立法行為が不可能となったマドロ政権は自身の影響下にある最高裁判所を使って国民議会の立法権を制限する。 様々な手段を打つようになった。例えば国民議会が可決させた法律を大統領が意見判断のためとして最高裁に送り、最高裁に意見判断を出させて立法を無効化する方法である。2016年1月から4月に国民議会が可決させたい5つの法案はべて最高裁に送られ、そのうち4つが意見として無効化されている。また最高裁は、 アマソナス州選出の3人の野党議員に不正選挙があったとして公務就任権を認めず2016年7月にこの3人が国民議会で宣誓すると最高裁は最高裁の決定を尊重しない限り国民議会は法的有効性を持たないと宣言。以降マドロ政権はこの3人問題を理由に国民議会を無視して最高裁に 立法権を代行させるようになった。予算案も国民議会ではなく最高裁に提出して承認させている。2016年4月、国民議会は大統領非免の前提条件となる国民投票の実施を議決したが、軍、警察とともに統一者回答を支持する司法組織は手続きの不備を理由に却下した。同月23日、 南米諸国連合議長に就任し、9月17日にはイランのハサンド・ハーニー大統領から非同盟運動の議長職を引き継いだ。2016年12月、中国企業の z t e と共同開発した国民間使用 IC カード、祖国カードを発表した。2017年3月29日には最高裁が三人問題を理由に、 国民議会の立法権を剥奪し、最高裁が立法権を引き継ぐことを決議し、国内の反政府運動が激化した。国際社会からも強い批判を受けたため、マドロの要請で撤回された。しかし、憲法秩序を重んじない政府と最高裁に対する国民の怒りは収まらず、2017年4月から反政府デモが激化した。 政権議会体制2017年8月14日、与党が全議席を独占する政権議会で演説するマドロ同年5月6日、マドロは野党連合民主統一会議の早期再選挙の要求を却下し、代わりに憲法の修正による改革を提案した。チャベス時代からの体制が危機にさらされる中、 かつてのチャベスと同じくマドゥーロも新憲法制定による自己クーデターを目指しているものとみなされている。民主統一会議は提案を拒否したが、マドゥーロは政権議会の招集を強行した。しかし政権プロセスが憲法違反である疑いがある上、政権議会選挙が一人一票の原則を無視し、通常の一票に加えてマドゥーロが指名したーソや、 学生組織など7つの社会セクターに所属する者に2票を与えるという前例のない与党有利の選挙制度になっていたことから野党に強い反発を巻き起こした。このような選挙に立候補することは、恣意的な選挙制度を有効と認めることになるため、全野党が立候補せず、選挙をボイコットした。選挙と並行して、政府支持派、反対派の衝突や国軍、 警察の治安作戦が展開されて、市街地は騒乱状態となった。最終的に同日深夜の開票をもって、政権議会の全議席を与党が独占することが決まるとマズロは勝利宣言を行ったが、非民主的な手法に国内外から激しい批判を巻き起こした。2017年8月に政権支持派の政党連合。 シモン・ボリバル以大なる愛国者の局が全議席を占める政権議会が発足した。政権議会の権限で国民議会の立法権を正式に停止し、反政府的な野党指導者や検察庁長官を拘束しているほか、政権批判を行う新聞局やテレビ局の閉鎖を行い国内に戒厳状態を敷いた。チャベスですらなしえなかった革命による、 議会制民主主義の廃止に成功し、ベネズエラ統一社会党による一党独裁体制が確立した。2017年9月16日、アメリカ帝国主義制度を除去するとして、ドルから中国の人民元に原油価格表示を切り替えた。以前から敵対していたアメリカの制裁圧力がクーデター後に強まったことから、反米主義を9月17日、 国連総会の一般演説の中でトランプが貧困を生み出す誤った主義主張を押し付けていると批判するとマドロ側もトランプ大統領をアドルフ・ヒトラーに例えて反論を行っている。12月11日前日に行われた地方選挙でも反政府政党のボイコットが行われたことを理由に主要な反政府指導者に立候補を認めない決定を下した。 経済混乱は一層に悪化を続けており、同年12月3日に経済制裁の影響を回避することを目的に独自の仮想通貨、ペトロを導入することを発表した1億単位のペトロの発行を命じた。同通貨は石油、天然ガス、金などの資源で裏付けられているが、国家が発行する暗号通貨として世界初の試みとなる。 2018年1月24日、政権議会において、大統領選挙の早期選挙実施と自身の立候補を、声明した。同年2月2日、統一社会党党大会で、マドゥーロを、党の大統領候補とする決議が行われた。同年5月17日、同じ反米主義、独裁体制を取る北朝鮮とアメリカが直接、対話に向けた交渉を行っている、トランプ大統領を、 これに先立つ形でトランプ大統領が愛用するツイッターで今こそ他国への内政不干渉の公約を守るべきだと投稿したこともある。2018年5月21日の大統領選挙は事前に有力な野党政治家の選挙権が剥奪され、それに反発した主要野党がボイコットしている状況下で行われた。マデロは国民の投票を監視し、 自分に投票しない国民の食料配給を止めるなど、なりふり構わない選挙戦を行った。結果、統一社会党から民主統一会議に転じた、改革党党首、エンリ・ファルコン、無所属で出馬したキリスト教牧師のハビエル・バルトチ、ラオ大佐で破り、大統領に再選された。この選挙は事前に、政権側による選挙管理委員会の掌握や、 有力候補を投獄などの捜査があったとして、アメリカや欧州連合、日本などは結果を承認しなかった。民主統一会議は主要指導者の拘束に加え、内部対立から野党統一候補を立てられないなど以前より勢力を後退させている。再選後、政権議会議長であるイザヤ・ロドリゲスを副大統領に抜擢し、また、党の実務をまとめてきたディオスラド・カベリョ 公認の政権議会議長に任命した。政権内でも自身に近い人物で養殖を固め、独裁性の確立に本腰を入れ始めたとされている。同年8月4日、カラカスで挙行されたベネズエラ国家警備隊の創立記念式典で演説をしている最中、会場の上空に接近していた2機の DJIM-600 のドローンが爆発して、式典に参加していた。 兵士7名が負傷した。中継映像では爆発音が記録されており、怯えた様子で鏡込むシリアフロレス大統領夫人や隊列を崩す兵士が報道されている。マドゥーロを横から撮影していた別の中継映像では爆発音が起きた際、驚いた表情で上空を見ながらもそのままマドゥーロは演台に止まっており、護衛の兵士たちが周囲を囲んで防護する間にも 演説を続けようとしていたが、やがて側近らに促されて、演台を降りている。事件の後、T シャツの兵士たち国民運動と名乗る集団が、プラスチック爆弾を搭載した2機のドローンで、大統領を狙ったが、目標到着前に撃ち落とされたとする、犯行声明を発表した。なお、これはドローンによる国家指導者に対する初のテロとされる。同年8月21日、 ハイパーインフレによって、ほとんど、無価値になっていた、実通貨のボリバル・フエルテニでのみを行い、新通貨、ボリバル・ソベラノを発行した。今後は、新しい実通、ソベラノと仮想通貨ペドロで、経済システムを構築するとしているが、長引く、経済混乱の収集は、進んでいない。国債の部分的デフォルトに陥り、日用品は、 愚か食料や水など基本的な物資も不足している。これまでの政治的亡命とは異なり経済難民が周辺国に溢れ出しており、近隣のコロンビア、ブラジル、ペルー、エクアドルなどで社会問題となっている。同年9月21日、法中から帰国したマドロがツイッターで発表した中国人民解放軍海軍の艦艇によるベネズエラへの初寄港が行われ、 同年8月にコロンビアにアメリカ海軍のコンフォートが寄港したことに対抗したとされる。同年12月にはロシア連邦軍の長距離爆撃機がベネズエラに到着して演習を行った。2期目の開始と暫定大統領との並立2019年1月10日、マドゥロは2期目の大統領就任を発表した。しかし先の選挙の不当性を訴える野党指導者で、 国会議長のフアン・グアイドが暫定大統領就任と大統領選挙をやり直しを宣言した。グアイドの宣言はマドロ政権によりの最高裁判所によって却下されたが、アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領はマドロの政権は正当ではない。ベネズエラにおいて唯一正当なのは国会であるとして、グアイドの暫定大統領就任を直ちに承認した。 これに対抗して1月24日にマドゥロはアメリカと断交することを発表したが、米国政府はグアイド政権を通じてベネズエラとの外交関係を維持するとしている。その後アメリカに続く形で西側諸国が続々とグアイド、暫定大統領就任を支持表明した。ドナルド・トゥスク欧州理事会議長も支持する動きを見せ、2月4日には 欧州19カ国がグワイドの承認を行っている。2月末までには50カ国以上がグワイドを承認した。一方で、ロシア、中国、北朝鮮、イラン、キューバ、トルコ、シリア、パレスチナ、ボリビアなどはマドロを支持しており、これらの国々の国連大使によってマドロ支持で共同行動するグループが結成され、国際連合安全保障理事会では、 ロシアと中国は欧米の提出した対ベネズエラ決議案に対して拒否権を行使した。アメリカとの国交断絶によって米ドルに換金することができなくなったため中央銀行に保管する金をユーロに換金している。マデロは強行フランシスコに反政府派との仲介を求める書簡を送るなどの動きも見せている。具合度は ベネズエラ難民が多数避難している隣国コロンビアに、米国の支援物資集積施設を設置し、支援物資をベネズエラ国内に運び込もうとしたが、マドロはベネズエラに人道危機など存在しない。米国が援助を利用して、クーデターを起こさせようとしていると主張し、支援物資の受け取りを拒絶。2月23日に支援物資を積んだトラックが、コロンビアからベネズエラへ入ろうとしたが、 マドロ支配下のベネズエラ治安部隊と衝突して多数の死傷者を出した。さらに同日、グアイドと共謀するドゥケ大統領が軍事侵攻を企んでいるとしてコロンビアとの断交を宣言した。マドロは出国禁止命令を無視する形で出国したグアイドを帰国次第処罰するとしていたが、3月4日のグアイド帰国の際、グアイドの身柄拘束を阻止するために、 ドイツをはじめとする欧州諸国の外交官が空港まで出迎えに来たため国際的批判の高まりを恐れてその日の身柄拘束は見送った。しかし3月6日にマドロはグアイドの出迎えたドイツ大使ダニエル・クライナーを野党の過激主義者と共謀したとしてペルソナノングラーダに指名しベネズエラから追放すると宣言した。この決定についてドイツ政府は理解できない決定だ。 欧州の具イド市支持は揺るぎないとしてマドロ氏を標的とした制裁に賛成すると表明した。米国政府はマドロ政権交換と家族のビザを取り消すとともに外国の金融機関でマドロ政権に利益を与えるような取引に関与したものは制裁に直面するとの見解を表明した。その後もベネズエラ国内の混乱は収まらず3月17日には 自政府の全閣僚に対して辞任するよう要請した。これは、政権を立て直し国家統治を強化する目的があった。ベネズエラ中立宣言した国発言がない国、グアイドを承認した国国民議会支持を表明した国、マドゥロを承認した国に2019年2月28日現在、マドゥロの2期目大統領就任を承認している国は、以下の通りである。 グワイドを承認している国については、不安グワイドグワイドを承認している国参照。国民議会支持を表明している国は、国民議会国民議会を支持している国を参照。中国はマドロ政権下に起きたベネズエラの政治的、経済的混乱に最も動揺した国の一つだと言われている。欧米が支持するグワイドによる対抗的な大統領宣言の後、 中国の花春明報道官はベネズエラへの内政干渉に反対し、マドゥロ支持の姿勢を明確にした。中国はベネズエラの最大の再建国であり、中国イコール南米金融データベースによれば、その規模は過去10年間で約6200億ドルにも上り、これは北京がラテンアメリカ全土に貸し付けた金額の40%に相当する。 その大部分は石油によって支払われているものの、いまだに総額のおよそ3分の1に当たる2000億ドルの返済が待たれている。チャベス元大統領時代、中国とベネズエラの関係は石油を媒介として、相互補完関係だったものの、チャベスの死と石油価格の暴落によって、ベネズエラの信用は失われた。2016年には、 石油関連事業に22億ドルの大規模な融資が1件だけ行われたものの2017年は投資の持続可能性とマドゥーロ執行部の債務、返済能力に対する中国の懸念から投資は控えられた。2018年9月にマドゥーロは資金調達のため北京を訪れるも目に見える成果は得られず冷たいレセプションを受けた。また二千十九年六月に マドロが米国から制裁を受けた中国の ZTE とファーウェイを支援すると表明した際も資金捻出の具体的な方法は示されなかった。一方で、グアイドは再建国の中路にとって投資を守る政権に交代するのは好ましいと主張しており中国と対話する準備をしていると述べ中国の報道官は否定したもののワシントン DC で 中国とグアイドの代理人は協議を行ったとも報じられ、アメリカのベネズエラ担当特使、エディオット・エイブラムスもマドゥロ政権を交代させることで、中国は資金回収できるとして、中国に協力を働きかけている。マドゥロ政権に敵対的な米州諸国の集まるリマグループは2019年4月に、マドゥロ政権を支援しているとして、中国とロシアなどを名指しで批判していたが、 同年5月には共同声明から中国の見名前が外されたことが注目された。しかし中国はグアイドの代理人の出席を拒否して生徒で開催されるはずだった米州開発銀行の年次総会も中止になるなど表向きはマドロ政権の正当性をあくまで支持している。カラカスには中国とイランとロシアの航空機が止まっており、ロシアとともに ベネズエラに120人規模の軍事顧問団を派遣したと報じられた際は中国の報道官はあくまで人道物資の支援であると否定している。これは中国にとってベネズエラは南米への影響力を保つ上で重要な拠点となっており長年の強固な信頼関係を保っているだけに混乱した状態であってもマドロ体制を維持したい意向が働いているとみられる。ベネズエラは 協定に基づいて何年にもわたってキューバに補助金付きで原油を送っている。2018年7月の第1週にはベネズエラは50万バレルの原油をキューバに送っており、1日あたりの計算だと5万5000バレルに及ぶ。この量は年間12億ドルに相当する。キューバ政府はこの一部を国際市場で転売し利益を上げている。ベネズエラの経済崩壊と 原油生産の大幅な落ち込みによって送る量こそ減っているものの、マドゥロはどれほど国民が欠乏しようと、この社会主義連帯だけはやめようとしない。その理由は、マドゥロが重宝をキューバに依存しているためだという。アメリカ・ワシントンのインテルアメリカントレンズのアントニオ・で、ラクルスによれば、マドゥロ政権が存続可能なのはキューバがベネズエラ国内で重宝活動をして、野党や、 軍部の動きをマドロに伝えているためだとし、キューバからの諜報活動の支援がなければ、マドロ政権はもっと前に崩壊していたと述べている。ベネズエラがキューバに諜報を依存するようになったのは、チャベス時代からだった。チャベスは、諜報だけでなく、キューバとの間に、キューバ人医療従事者による医療サービスの提供を受けるバリオ・アデエントロという協定を結んで、医療もキューバに依存した。 この医療と諜報の報酬として、原油をキューバへ送るようになった。医療依存については、経済崩壊するベネズエラを嫌って、コロンビアへ逃れる、キューバ人医療従事者たちが急増していることで、減少しているが、諜報分野は未だに大きく、キューバに依存している。アメリカ政府もキューバがマドロを支えてきたと考えている。アメリカ大統領、ドナルド・トランプは、マドロを キューバの操り人形と断じている。国家安全保障担当大統領補佐官、ジョン・ボルトンも、キューバがベネズエラで市民の弾圧を支援していることは明白だ、と語っている。米政府は、ベネズエラと連携するキューバへの圧力を強める、目的で2019年3月5日に、キューバに対して、キューバ革命で接収した財産の損害賠償請求を起こせるようにすることを、 発表している。マイク・ポンペオ米国務長官によれば2019年4月30日に首都カラカスで軍人の放棄があった際、マドゥロはキューバへの脱出を検討したが、ロシアに止められたというチャベスの目を掲げるベネズエラの軍事パレード史生活では、青年時代に結婚した最初の妻アンジェロとニコラス・マドゥーロゲイラを設けており、陸軍付属の高等技術学校を経て、 大統領補佐官を務めている。2013年、大統領選後に弁護士シリア・フロレスと再婚した。フロレスは、ベネズエラ初の女性国会議長を務めるベテラン政治家でもあり、軍事クーデター失敗後のチャベスを裁判で弁護するなど、古くから活躍してきた同志でもある。一説に、マドロが後継者争いを制したのも、フロレスの推薦が一員であったとする説もあり、 大統領夫人としても強い権力を握っていると、される。フロレスとの間に子供はいないが、彼女も結婚歴があり、前夫との間に3人の子を設けていることから、お互いの連れ子を合わせて4人の子を育てている。ありがとうございます。